モスが日本製。韓国で同様広がる。ガネットではない。内容はこちら。サーモスが日本製だということが、韓国で物議を醸しているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。光復節やハングルの日を記念して、別名、愛国マーケティングを広げてきたスターバックスは、日本の会社であるサーモスの魔法瓶製品を売っていることが確認されました。日本の不買運動が加熱する中で、消費者の間でも議論されると予想されます。魔法瓶を作るサーモスコリアが日系企業であるだけではなく、親会社の株式の 50% 以上が三菱系列会社所有です。消費者は全く知らなかったという反応です。ネットでも、週末に魔法瓶を買ったのに、私、サーモスのタンブラーを使うんだが、氷も溶けなくてすごくいい。日本の、それも強制労働へ連れて行った三菱系列だったなんて。タンブラーはサーモスを使っているのに、畜生、など悲痛な声が上がっている。サーモスの魔法瓶は、魔法と名が付くほどに素晴らしい商品です。そんなサーモスが三菱系列の商品と分かった以上、今後韓国の方々はサーモスの商品を使えなくなりますね。名残惜しいかもしれませんが、致し方ありません。では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。毎日毎日ご苦労様わら。毎日一品減ってくとか、楽しそうなサバイバルだな。セルフ経済制裁につながるにもかかわらず、日本製品不買運動をとことんやり続けるその姿勢、なかなかのものだと思います。次はこちら。日本人、韓国の製品を探すのが難しい。韓国人、日本の製品以外を探すのが難しい。めちゃくちゃ素晴らしいネットの声ですね。まさにその通りです。次はこちら。何から何まで日本が絡んでるとか、もうホラーだな。何から何まで日本製品だらけ。これはまさに、日本製品の品質が素晴らしいことの象徴ですね。さすが日本。次はこちら。燃やして捨てればいいじゃん。それで気分も晴れるんだろ。なんか日本製バイクも壊してましたからね。いくらパフォーマンスと言っても、引いてしまうようなことをやってしまってますからね。大丈夫なのでしょうか。最後はこちら。毎日ちょっとずつ、いろんなものが使えなくなっててわろたわら。このまま毎日日本製品を減らしていけば、必ず生活に困る時が来るでしょう。その困った時に、日本のありがたみに気がつくことでしょう。結論。もう誰にも止められない、セルフ経済制裁こと日本製品不買運動。日本製品を除外するためにアプリまで開発し、とことんやり続けるその姿勢は、目を見張るものがあります。韓国の皆さんは、このまま日本製品不買運動をとことんやり続けてください。そして、やり続けたその先に、一体何が見えるのか。まだ誰も見たことのないその景色を、世界中の人々に知らしめてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。